皆さんこんにちは。私プロテニス選手をしている笹原龍と申します。よろしくお願いします。19歳の時に渡米をしてアメリカを拠点に活動しております。現在はプロテニス選手と活動を並行しながらタッチテニスという競技で国内ランキングが1位です。カザノーブミレジメ2007、完璧勝利した時の感覚のような味わい、あとはアロマが一面に広がるような香りが、コルクを開けた瞬間に一面に広がるような、もうとっても最高なシャンパーニュだと思います。カザノーブブリュット、こちらはキリッとした味わいが口の中に広がるので、自分悔しい時にカツを入れれるシャンパーニュになっております。個人的には毎日飲みたいんですけど、現在コロナウイルスの影響でツアーが中止されているので、ツアーが再開されて出場した大会で勝利した際にぜひ飲みたいと思います。正直ご縁をいただくまではあんまりシャンパーニュって飲んだことがなくて、これを機にいろいろまず勉強していきたいと思うのと、テニスとシャンパーニュのコラボを今後ぜひやっていきたいことや、シャンパーニュの製造過程をツアーとしてぜひ皆さんと一緒に行けたらと思います。まだ見習いなので、シャンパーニュの香りや味がどのような過程で構築されていくのかをまず知りたいですね。あとはシャンパーニュの歴史などを教えてください。カザノーブミレジメ2007、もうこれに決まりっす。これはもうお酒が得意な方でも苦手な方でも喜んでいただけるシャンパーニュになってると思います。ぜひ飲んでみてください。